今日午前、車から降ろされたのは桐箱入りの商品。重大な落としちゃうとね、重大な。担当者も思わず身構えてしまうほどの高額商品だといいます。運び込まれたのは営業中のスーパーの青果売り場。目立つところです。このために開けておいた売り場の一等地、最もお客さんの目を集める場所にやってきました。びっくりです。二度見しちゃって、値段も大きさもすごいびっくりして。二度見してしまったその商品とは梨です。ジャンボ梨として有名な愛知県豊田市産の愛宕梨の初競りで最高値がついたこの一玉、値札を見てみるとゼロが並びます。トヨタのジャンボ梨といえば毎年初競りでの高値が話題。30万35万50万50万、110万。おととしの110万円を筆頭に毎年高額で落札されてきました。では今年は一体いくらになったんでしょうか。店頭に並べられた時間から遡ること3時間、ジャンボ梨たちはまず最初のふるいにかけられました。それは第22回ジャンボ梨コンテストを開会いたします。初競りで最高値を狙うにはまずこのコンテストの1位だけに与えられるプレミアム企画の称号を得なければなりません。審査基準はもちろんいかにジャンボか。ジャンボか、大きさ、重さ、周囲か、両方なのかな。はかりとメジャーを使っての厳正なる計測の結果、今年の1位となったのは2番那須和則様、重量2934グラム、胴回り 58.9 センチ。今年1位となったのはこちらのジャンボ梨。一般的なものと比べてみるとどうですか、このサイズ感。うわ、本当に大きいですね。実は先ほど堀尾さんの頭の周囲を分からせていただいたら、60センチちょうどだったんですよね。そうなんですよ、そのぐらいなんですよ。それぐらいってことですね。ねえ、さあ、ではこの1位のジャンボ梨が一体おいくらになったのでしょうか。はい、ナンバー1番、はい、これが35万円。40。今年は45万円。今日のセレブの成り行きで、まあ、40万という予想、相手がついてきましたので、まあ、45万までついて、まあ、50万が 出たら手を引こうかなと思いましたけども、なんとか予算内に収まって一安心。一方、生産者の男性は、まあ、本当に驚いております。もうその一言です。45万円で落札された梨はその後同じ価格で店頭に並びました。同じ価格で誰が買うか。お値段も見てみて。これひなちゃんもう一生分の梨食べれるよ。これが木になってたと思うとすごいんですけど。確かに、ちょっと手が出ない。手が出ないですね。あまりの値段になかなか手が出ませんよね。そうですよ。ということでズバリ聞いてみました、はい、本当に売れると思いますか。まあ、売り物としてというよりは、まあ、一種の反則物みたいな感じだと考えているので、まあ、これを見てお客さんが愛宕梨今年も始まったなと思ってくれればいいと思います。なんと必ずしも買い手が現れなくても良いというのです。実際過去の3年間はというと、売れたのは2020年の110万円の時だけ。売れたの？YouTuber のヒカキンさんが買っていきました。話題作りになりますね。残りの2年は美味しく食べられるうちに梨ゼリーや梨シャーベットにして無料で振る舞ったといいます。やっぱり、まあ、アイキャッチとして非常にインパクトあるので、まあ、梨のコーナーとしてお客さん引きつける要素にはなるかなと思います。
とはいえ購入希望者の登場も待ち望んでいるとのことです。